福井静雄10月25日から1993年11月4日は、大日本帝国海軍の技術科士官、官邸研究家。専攻は造船。三男、武雄は、ホンダ技術研究所社長、ホンダ技研工業代表取締役社長などを、歴任した。東京帝国大学では、造船を学び、試験に合格して、海軍委託学生となる。 1941年には、目黒区三田にあった、海軍技術研究所造船研究部にところ、属しており、静かな環境で、学際的な雰囲気の下、海軍のみならず、日本の基礎工業に技研が果たした役割を高く評価している。戦時中にはシンガポールに派遣され、英軍によって破壊された、セレター軍港を接収して開設された第101。 工作部にて施設復旧等に従事、報読の木と英軍の付設した機雷に触れて沈没した遺3 0の引き上げにも関わっている。その後は、呉工商造船部に移り、1945年の7月に、舞鶴工商と山分工場の造船課長へと転出、富山で終戦を迎えた。主幹着任以前の海軍委託制時代から官邸に関する資料の収集を始めており、 1945年夏に、舞鶴交渉と山分工場に赴任した際にはすでに、貨車1両ほどの量を集めていた。太平洋戦争終戦の頃、福井自身により撮影された、旧海軍艦艇の写真は、整理が早く済んだのか、世に多く公開されている。福井は、終戦の翌日には、記録を残すために、日本海軍艦艇総集の観光を決意していたと言う。 終戦の際には、公の際に海軍が撮影した多くの公式写真や厳重に管理されていた図面が焼却されたが、福井と同じようなことを考えた海軍関係者は多く、当時の海軍大臣であった、与内光正が軍令部作戦部長の富岡佐田とに、命じて戦士の資料部を海軍省に設けた。しかし、占領軍の進駐とともに、 ダグラス・マッカーサーの命令により、日本側単独での戦死作成は中止され、占領軍の戦死作成の補助という形になる。こうした方針の元海軍省も改組され、第二副院省となり、戦死調査を行うこととなった。上層部が上記のような資料調査に動く中、福井の属していた、関西本部の部局長会議でも、完全なものにならなくても良いから技術資料をできるだけ。 集積、調査、分析する調査事業を始めることを決定、臨時軍事費50万円を基金として第1弾の技術関係史実調査を始めた。ところが、通貨の封鎖と新淵への切り替え、海軍の解体、GHQ への資料提出などにより、当初計画通りの実行は不可能となった。そのため数百人の担当者を指名し、主として、 各自の記憶を中心とする原稿を1946年6月末期限で集めることとなり、大半の原稿が期限までに集まった。また、調査事業の継続を当面の目的とする組織として1946年3月9日、生産技術協会を商工省の認可法人として発足させる。しかし、第二副委長は百四十六年六月十五日副院長。 第二福音局に縮小され、1947年1月には、厚生省第二福音局残務処理部となる。さらなる規模縮小で今度は、交換庁の外へ出されることになり、資料調査会が文部省の財団法人という形で1947年3月に設立された。戸高によれば、資料の収集ははかどったものの、予算の裏付けがないため死亡状態のものが、 多かったのだという。資料調査会は1978年、海軍文庫を開設する。こうした中福井は、第二福井省の増収課及び資材課で、感染増収と、感染本部残務に従事し、その後、当時旧海軍の組織を唯一継承していた、海上保安庁で、運輸技官として4年放職し、1952年、退官し、資料調査会に関わることになる。 大官後の1954年から1958年にかけて7本の報告が、牧野茂福井静編海軍造船技術概要としてまとめられる。その後は、丸、世界の艦船を中心に、数多くの旧海軍関連記事を発表しており、一般人が触れることのできる当事者の技術資料としては、質量ともにトップクラスとなる。また、 目黒の海軍大学校跡地にあった資料調査会で、旧海軍関係の資料整理、欧米官邸技術の調査を行っており、理事も務めた。1970年代頃には、戸高一世を部下とする。福井は戸高が大学生の頃よりアドバイスをしており、軍艦に詳しい人はたくさんいるけど、同時に資料管理の勉強をした人は、戸高さんしかいないと評価していたという。 技術者としての視点を全面に出し、1960年代に入った頃から、旧海軍、特に山和型戦艦が何度も取り上げられるようになった際にも小さくまとめ上げたことを誇りたいと書いたり、後の1990年代末に前間い高則が詳しく取り上げることになる西島領事を引き合いに出しながら、交通管理で成功したことを評価するなど、技術者として冷静に見ており、 姿勢のファンに対しても冷ややかな評価が散見された。また、官邸への愛着から写真を積極的に収集していた海軍士官は他にもおり、福井は長村清あ甘利義士などのコレクションを引き継いでいる。その後、高齢となるにつれ体が動かなくなり、都高等に整理を依頼、福井の収蔵資料は資料調査会に搬入された。 段ボール箱で400から500箱にも達し、日本に唯一しかない資料も多くあったという。この膨大な資料のアウトラインの目録を作成しているうちに福井は制御する。資料は資料調査会が譲り受ける予定であったが、死後遺族の手により、呉市会寺歴史科学館の解説計画が持ち上がり、その準備室に譲渡された。 後に艦長を務めることになるとだがは引き続き関わった。上記のように、福井は膨大な旧海軍関連の資料を収集していることで有名であった。1958年の段階ですでに1万枚の写真を保有していると書いており、2005年に相次いで出版された、クレシカ歴史科学館図録、福井シズコレクション傑作選には2万枚と書かれている。しかし、 福井は、具体的な文書や写真を提示せず、回顧録的な記事の発表を続けたため、一部読者や研究家の間で、旧海軍の技術関係者に対する不満が高まり、1970年代半ばから、数年間、主に雑誌、世界の感染の読者投稿欄を舞台に論争が、発生した。田村敏夫が、世界の感染。 第272週で公開した大淀の写真。田村はこの写真を公開するにあたり、資料が非公開のまま個人が研究することへの疑問を述べ、個人が所蔵する資料の公開が進んでいない現状を批判した。主な批判者は田村敏夫、当時から感染図面の収集と配布を行っていた遠藤明などである。遠藤と福井は 取材を通じて複数回顔を合わせて降りた外に面識があり、非公開への批判にとどまらず、旧海軍の造船主幹のほとんどが支持していた、平賀譲るへの過剰な賛美を批判し、平賀と対立していた藤本菊を再評価する視点からも、造船関係者を批判した。対立は田村が、大淀のお原生横写真を、アメリカの研究家、ロナルド・ヒーフナーから、 ナショナルアーカイブスに保管されている旨を表示され、これを世界の感染1979年8月号で公開した頃より表面化した。遠藤も丸1979年11月号にて山と創世記を発表内容は技術者同士の確執を批判的に取り上げたものであった。状況は悪化し続け、 1980年7月号から1981年6月号まで続いた遠藤明当所事件で頂点に達する。遠藤の遠慮かしない批判に対し、世界の感染での論争は、福井をはじめとする旧海軍関係者による反論や、アホーなどといった罵倒、編集部からの参戦など、売り言葉に買い言葉という状況が雑誌上で毎月のように続いた。 この結果、遠藤は、世界の感染への出入禁止となり、一時期執筆活動が停滞する。旧海軍の造船官の中にも、堀本美のように、解任者と他元を分かった者がいた。福井も、世界の感染に記事を発表することはなくなる。この状況した、遠藤は、資料を公開しないのは平川の元造船士官たちによる、証拠隠滅の陰謀という考えを強めていく。 福井の死後の1994年に出版した駆逐艦戦隊では、遠藤は、ある駆逐艦の公式図面を戦後30年以上取得していた造船艦に対し、藤本造船艦の偉大な功績を歴史上から抹殺するための行為なのか、軍艦研究者とは表面的な顔であり、実際はアダンなる軍艦のコレクションマニアに過ぎなかったのではないか、などと噂されている。 と名指しではないものの明らかに福井を標的にした批判を述べている。そして1996年には遠藤は雑誌戦前船舶を立ち上げ、作家や比較的若い若い研究家が多く集まっていた学習研究者も活動の舞台として批判を継続した。なお、福井は1958年日本海軍官邸総集企画時に 文冊で何十冊、あるいは何百冊になると書き、個別の写真について誰でもが容易に入手できる手段を講じると公言し、写真を所蔵している人々に寄贈を要請していた。しかし、この企画は今のところ果たされていない。収蔵資料が国立国会図書館や防衛省防衛研究所といった一般人から見て叱るべき、 研究機関と思われる組織に寄贈される計画は、生前には果たされず、上記のように死後、呉市が運営する呉市会示歴史科学館に譲渡することに変更され、その会館も、死後10年以上経過した2005年4月23日のことであった。しかし、こうした批判については実情を踏まえないで限られた情報からなされ、当初事件の頃から反論も行われている。第一に、 福井が造船中尉に任官したのは、平賀が海軍の公職から退官し東大の運営に専念するようになった1938年である。したがって論争の主題の一つであった平賀と藤本の確執、大和の基本計画協議などについて福井は直接これを体験していない。また、福井は藤本を含めて当時の関係者を押し並べて尊敬の対象としている。 資料収集についても、上述のように元は、職務として、技術関係史実調査の担当分野の一つを受け持っていたに過ぎない。第二に、資料整理の問題である。例えば、生産技術協会が保有していた資料のうち、神戸商船大学に移管された、文の整理、目録作成は、数年の時間と予算を要し、戸高が、牧野茂の命により、 平賀譲ゆずる関連の資料段ボール16箱分を整理した際、アウトラインの目録を作成するだけで2年かかった。資料整理とは簡単なものではなく、相応の組織力と予算の裏付けを要する作業であるということがわかる。なお、戸高によれば、福井の場合収集した資料は、段ボール数百箱もの量に達している。また、旧海軍や後継艦長は、 資料調査へ尽力したものの、その収集管理は必ずしも系統的に行われていなかったということがわかる。都構等によれば予算と人材が限られていたことがわかる。そして残された膨大な資料が複数の組織の手中にあり、福井のことに代表されるように、どれもいずれは公開することを目指していた。写真を個人管理した件についても当時は、 こうした有志の関係者による個人管理は珍しいものではなく、初期には財団の基盤は弱体であった。第3には、没後に続々交換された福井静雄著作集には戦後防衛庁の依頼で作成した旧海軍関連のレポートや初公開の図面、口実等の存在である。これらは戸高など編集員たちの努力により公開にこぎつけた旨が記されている。 福井の例以外にも、下記の西島や資料調査会などのように、戦後も防衛庁は必要に応じて、旧海軍関係者に仕事を依頼しており、深く結びついていた関係者は多い。堀のように戦後横須賀米海軍艦船修理省で、企画部長などを務め軍事機密に直接関わる仕事を行っていた者も,もいる。一般のマニアから、資料の整理要因を有志で募るという方法は、 どの組織も採用しなかったが、福井の多くの記事や福井が戸高を司書として評価していたことにも垣間見られるように、一般に資料整理には高度な専門性が必要とされる。また、資料の盗難の問題がある。航空分野では、軍属の立場を利用して、米軍の航空機の設計図を持ち出し、共産権に売り渡すスパイ行為で金を受け取り、発覚して、 実刑判決を受けた立花というライターもいた。一方、福井は軍への国民の理解があった、戦前の雰囲気を懐かしむ記述を何度も行っている。こうした思いの表明は、旧軍関係で、軍事雑誌に、常連で執筆するものにはよくあることだが、一方資料管理の技能がある、都立図書館で一時保管していた資料を引き渡された際は、図書館ロウソ側の意識はその対極にあり、 軍事関連資料の管理には、非協力的であったことを、戸高は語っている。第四に、記事を書くという行為にも様々な障害がある。例えば前、相田隆則が、西島領事を中心とした一連の造船技術の発展史を執筆した際、防衛研究所に非公開で保存されていた、改装記録を発見し、その閲覧を許可してもらうため存命中だった西島に、 お願いをして閲覧できた旨が戦艦山と誕生下に記されている。資料によっては参照する際に関係者や関係者遺族の了解を得なければならないものもある。世界の感染への投稿に見られるように福井は写真の譲り受け先を自分に指定していた。この過程で写真の寄贈について権利関係をどのように処理したのか他の関係者が関わった出来事で 福井が発表を断念したことがあるのかとはほとんど不明である。また福井は和であった式の解雇を多用しているが、関係者や遺族の個人的事情を発表することはほとんどしておらず、死後公開されたレポートはより断定的表現が多い。それを遠藤人氏は証拠隠滅と受け止めた。そして遺族との調整等は、プロのライターでなければ時間的に制約があり、 当時サラリーマンだった遠藤も大和創世期にて有給休,休暇の際にしか研究に当たれないことを嘆いていた。このように姿勢の研究家には容易に専門情報にアクセスできないことへの苛立ちがあり部外の素人に迫役していたことを記事で遠極に示していた福井のような人物とは意識の上で大きなすれ違いがあった。上記ののほか数値資料に等に 画量転生を書いたとはいえ、福井は膨大な記事を執筆していたことには注意が必要であろう。例えば、世界の感染の編集長であった石綿孝二は、世界の感染相関以降ほぼ毎号記事を書き続けていた堀の姿勢を評価している。福井の執筆も戦後間もない時期は、早期的な内容の記述で簡略に済ませ、安定して記事を執筆できるようになり、 日本の生活水準が向上を始めた頃から自身が、恒例となる1970年代初頭頃までが、執筆のピークとなっている。福井の批判派はいずれも私的団体、詩人の立場での調査であったが、福井は第二福井省、その後は外閣団体である資料調査会に所属し、死後開館した呉市会示歴史科学館は、呉市が運営に関わっておりいずれも何らかの、 公共性を帯びている。アメリカでは退役した艦を保存する際類似のケースが見られ、これは形態としては不自然ではない。例えば退役後の戦艦アラバマは、州民の有志が設立した団体が管理しているし、戦艦ニュージャージーは、日本の地方公共団体に相当するカムデン軍が入手し、保存活動の後ろ盾となっている。また、同艦の非公開資料についてもパソコンの データベース検索により閲覧することができる。地方という立地と国ではなく地方公共団体が運営主体であるという基盤の弱さが否めない点を除けば問題は解消されている。ありがとうございます。